はい、こんちゃん、寒いですね、最近ね。ちょっとね、ちょっと鼻水だらけになってるんですけどね。じゃあ今日、吸収冷房吹いていきたいと思います。みたいな感じですね。はい。じゃあ今日は最後に、まあ尺八のまあ同じ音でも、例えば、って吹くのと、って吹くのと、吹くのと、っていうのがまあ、鳴り方が違ってて、例えば、その古典法曲吹くときは、いろんな方法あるんですけど、まず腹へっこまします。こう。腹へっこまして、ここ、息吸ってください。そしたら、息吸ってください。腹をへっこましたまま、息を吸っ込むと、わざわざ、尺八のために、ふーって吹かなくても、人間吸い込んだら、勝手に息って出ますよね。その勝手に出る息で吹いたりするんですよ。いきますよ。だからこれね、吹いてるんじゃないですね。なんか、吹け吹くなって言葉あるんですけど、吹いてるんじゃなくて、からいきますと、
う感じで、吹いてるんじゃなくて勝手に息が漏れてくる。この漏れてる理由、息を利用してアンブシュアだけで、缶とオツを上げたり下げたりっていう奏法方法もありますし、流派によっては常にお腹を張ったまま、息の軸が安定するとかいうのもあるので、まあまあ自分が好きな方っていうか、まあ別に何も意識せんと、みたいな形でもいいと思いますし、まあその辺ちょっといろいろありますので、まあいろいろ考えていただければいいと思います。でまあそろそろ尺八を始められてて、いい音が出ない、まあまあ僕がいい音かどうかも知りませんけど、音がまあなんかいい音っていうか、まあ最初にこう目指していく感じの音ですね。まあもっとすごいです、皆さん、あの上手い人。このビリビリする音ですね。ビリビリする音で今回も吹くと、元気いっぱいですね。元気いっぱい、だからその元気いっぱいのこの、音量欲しいときは、この音で、まあ柔らかくいきたいときは、みたいな音で、まあ最初はもう吹くんだけで精一杯なんで、とか、とかなってくるんですけど、まあだんだん、なってきますので、まあこれもこう音量をどんどんいきたいか、音色でですね、例えばこのね、で別に吹かなきゃいけないってわけでもないんですよ。特に古典本曲なんかは、強弱をね加えたりしますので、まあまあこの辺をまあだん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 なんか雰囲気で、あとうちの宗家ですね、酒井正道宗家の演奏とか、まあ私が好きなのはCD よく出してるな、古谷先生ですね、国際社会主義研究家の古谷先生とか、あと曽川欣也先生とか、ああいう音が好きです。であとまあ尺八の部屋、尺八の部屋って検索していただければ、あの SP レコードありますので、まあそういうのしてくれてもいいと思います。だからまあその理想の音を向かってちょっと頑張っていただければ、私も頑張ってますので、皆さんも頑張ってねくださればと思いますので、じゃあ今日ありがとうございました。